韓国っぽくて可愛い。このワンピースプラスこの襟が可愛くなってます。あとこことここの差がね結構いい感じに、やっぱこのフリルが可愛いです。ここが嫌なんだよね。すごい、ちょっとね、だるまみたいじゃない。何度も言ってるんですけれども、私ついにせーの、ポンコツダム星黒葵です。今日はですね、最近の私が撮影などで着ているお洋服を紹介していきたいと思います。まずはこちら。最近ね、お洋服はやっぱり食べるのスキーさんか、エンジェルサイズさんか、アンクルーズか、韓国系ですね、とあと自分のお洋服を着てます。ポイントはですね、この胸元のハートですね。そしてあのやっぱチェックシャツということで、あんま靴下見せないで、今日そんないい可愛い靴下じゃないから。靴下はまあ黒でも白でもどっちでも可愛いと思います。ポイントはハート、これですね。このハート可愛いです。このハートがで膝丈だから私は超着やすいし、もうゴムだからめっちゃ伸びる。これ食べれのスキーさんですね。では次、はい、ということで次着替えました。ということでこちら2日目ですね。で今日はこんな感じ。こちら表彰式で着てました。表彰式でフォーマルな格好をしてって言われた時に、これがちょうど食べのスキーさんから届きまして、こちらがいいなと思いました。二次会みたい、パーティーの。はい、ということでこちらも食べるのスキーさんですね。ポイントはなんだろう、このレースかな、この花柄と後ろがめっちゃゴムだからめっちゃ伸びる。で膝丈やっぱり。では次、はい、ということで次は3日目ですね。3日目、こちらチェックワンピースです。よいしょ。これはですね、エンジェルサイズさんのやつですね。でこの上に本当はベストがついてたんですけど、私はベストを着てません。ベスト着るともうちょっと韓国っぽくて可愛い。これ葵の服で今サイズいくつ？これ 4L か 5L ぐらい。どういう時に着るの？さりげない時に。ワンピースはね超簡単なの、もうその引っ張って取ればいいから。ワンピース多めですね。ズボラの性格出てるよね。おしゃれポイントはこの襟がセーラー服襟みたいでちょっと可愛い。チェックだと結構こうかっこよくなりすぎるんだけど、このワンピースプラスこの襟が可愛くなってます。ちょっと胸がきつい。そうなの。ここがパツパツ。葵の胸が大きい。最低。何が。はい、ということで次4日目ですね。今日は、ロングスカート、はい、セーラー服ですね。セーラー服っぽい。これであなたの気分も乃木坂。これはエンジェルサイズさんで7000円ぐらいじゃないかな。可愛いでしょ、セーラー服っぽくて。うん、これどういう時着る。これはね、シックな感じの時とか、相手がスーツ系が多いだろうなって思う時はこれ着てる。これ乃木坂踊れるから。日村さんめっちゃ踊れるんだよね。はい、次行きましょう。次。はい、ということで次のお洋服です。こちら、じゃん。だいぶ大人っぽい。だいぶ大人っぽいでしょう。これね、太蔵さんがハロウィンの時に葵ちゃんのコスプレをするから貸してって言われたお洋服。腕のところが少しなんていうの、フリル系で透けてるか、寒いから今の時期だと上着カーディガン羽織るか、ちょっとライダース羽織るか。これ結構もう活躍なんだけど、私的にはちょっとスカートの丈が長いかなって。これダベルノスキーさんですね。ちゃんとね透けない素材なの、この下が。あとこことここの差がね結構いい感じに、やっぱこのフリルが可愛いです。はい、ということで次、はい、ではこちら次のお洋服です。初めて見ました。着てますよ、これホスロジで。本当？そう。ただこれちょっとお腹のシルエットがすごい見えるの、だから上着着ないと嫌なんだけど。ごめん、回ってみてね。葵にしてはタイトだよね。めっちゃタイトで、まあ、袖が結構このシャギーって感じで可愛いのと、このここが可愛いと、あと生地感がちょっと違うの。ベロア的な。そう、膝が上になっちゃうから、まあまあまあ丈はちょっと短い方。まあでも私的には丈はいい感じなんだけど、ここが嫌なんだよね。すごい、ちょっとね。だからこれはおすすめはカーディガンを着ることかな。だるまみたいじゃない。ここのさ、わかる、このクイン、ポイン。そう、だるまポイント。だるまポイント。これはエンジェルサイズさん。へぇ、 5L の上ある？ない、あんま映さないね。では次、ということで次のお洋服です。メイクも変えてみました。何度も言ってるんですけれども、私ついにお洋服を販売しました。イエイ。
一つ、私が嫁です T シャツです。私が嫁ですとか、推ししか勝たんとか、細客、フット客とかね、ピンク、白、黒といってね、3色展開してるんですけれども、この T シャツは私の概要欄に貼ってあるリンクから購入できますので、もしよかったら購入してみてね。そしてなんと2枚買ってくれた子には私の専用チェキがプレゼントしてます。もらってくれると嬉しいです。今日は私が嫁です T シャツと黒とグルーミーちゃんのスカートを合わせました。かわいいでしょこれ。原宿でこの洋服に合わせるために探し回って買いに行きました。はい、ということで夏はね、これをいっぱい着てください。結構袖もね、いい感じなの。はい、ということで今日はですね、1週間コーデでした。みんなに可愛いってただ言ってほしいだけなんだけど。それじゃあ、今日も動画ありがとうございました。近々ね、食べる動画もね、やると思うんで、ぜひ見てくださいね。またね、バイバーイ。月300で点が1回なのどうなのかなって思うんですけど。お泊まりとか、はい、まあ、旅行とかもいろいろあるじゃないですか。300レベルで旅行行くんですか。旅行行っちゃうの安いんですね。目がないなら他のホストでいいかなってなるんですけど。まあでも連絡欲しい時には結構ちゃんと返そうかなと思うんですよ、はい、それは自分が来て欲しい時しか返さないタイプじゃないですか。いや、もう結構免許は結構できるんで。さっきと言ってること違くないですか、はい、さっき全然 LINE しないって言ってたじゃないですか。なんか言ってることちょっと違くないですか。